西村治西村治西村治む、1971年9月23日体は、日本のプロレスラー、政治家、東京都文京区出身、同区の無所属の区議会議員、職域をはじめとした、講演活動も行っている。グラウンドでの曲に、サブミッションホールドを中心としたプロレスを得意として、そのようなスタイルは、しばしば、 西村ワールドと形容される。近城学園高等学校在学中に、新日本プロレス学校に入門。卒業後の1990年に新日本プロレスに入団。1991年4月21日、沖縄県糸満市、西崎総合体育館の飯塚隆行、現、飯塚隆史線でデビュー。1993年、 第4回アングライオンハイに準優勝後、アメリカへ海外武者修行に出発。フロリダの広松田の下でサイトレーニングを積んだ後、各地のインディー団体を転戦し、ダラスの GWF では1994年8月にアレックス・ポートから GWF ・ライトヘビー級王座を奪取。同年11月には、ジム・コルネットの主催するノックスビルのスモーキー・マウンテン・レスリングにも、 出場している。翌1995年は ECW に参戦。1月7日にフィラデルフィアの ECW アリーナにてアスノーと対戦した。1995年に海外武者修行から帰国し、藤並達治の自主工業、ムガにもレギュラー出場した。1997年、再び海外修行へ出発し、オットー・アンツの主催する欧州クアマットに参戦。 ベビーフェイスのポジションで、トニー・セント・クレアともタックを組み、フィット・フィンレー、ジャンピエール・ラフィット、ライノ・リチャーズ・ラ・ヒール勢と対戦した。1998年1月4日に外戦帰国。直後に、佐々木健介が持っていた E1 ウップヘビーイキュー王座に挑戦するが、ミサイルキックを何度も使う単調な試合運びに終始し、批判を浴びる。 しかし現在では今につながる西村の頑固ぶりが出た最初の試合と言われている。その後、ガン、五福幕主要宣告を受け長期欠場。当時現場責任者であった徴収力の横暴なやり方を批判し猛反発を受け、それ以降徴収を独裁主義者と呼んで非常に嫌っている。週刊プロレスのインタビューにもたびたびそのことについてコメントしている。これに対し徴収は、 無視を決め込んでいる。1998年よりの欠場から徹底した台湾での漢方療法、イタリアシチリア島での無農薬完全野菜療法、インドケーララ州でのアーユルベーダ療法、海水を用いた海水浴療法、座禅、ヨガ、瞑想、玄米菜食法に取り組む。独自の食用療法と精神修行に励み、2000年に 藤波戦で1年8ヶ月ぶりに復帰。藤波と組んで e ワグップタッグ王座をダッシュ。2002年、プロレースリングノアに1日トレードの形で出場し、シガ・ケンタロウと対戦。2003年にはノアの秋山ひとしと G1 クライマックスで対戦し、勝利している。2004年、かつての先輩である武藤圭司率いる全日本プロレスのマットへと上がった。 両団体に出場することで新日本にないものをこの両団体で感じ取れたといい、だんだん新日本のプロレスが物足りなくなっていき、他団体への興味を持ち始める。同年、映画、イカレスラーに、主演、共演はアキラ。主題歌も歌っている。2006年1月24日に新日本プロレスを退団。フリーバード、フリーランスとして、地位や名誉などいらない。 本当のプロレスをしたいと、フリーとして、世界中にあるスーパーの団体のマットに上がると、宣言した。同年8月2日、後楽園ホールで、西村治田中秀和自主工業、新武が伝説エピローグブラック CAT、メモリアルを行い、広斉藤と対戦した。これを契機に、藤波達次郎元新日本プロレスのフリー選手や田中秀和と共に、新団体、 進化し続ける、現代のプロレスにアンチテーゼを投げかけた、原点回帰論をテーマにした、ムガワールドをプロレリングを設立。2007年10月、ハッスルにタジリの洗脳を説いた、ムガワール帝国の賢人西村馬として登場。タジリもムガに参戦した。2007年10月19日、全日本プロレスに遺跡を発表。ムガワールド側へは何も伝えず、 いわばムガからの亡命と発表し、ムガワールド側も、西村イコールムガという概念を打ち崩せなかったと発表した。2008年5月には新韓国プロレース大会に参戦。カートアングル、力抜山との三ウェイマッチを制し、NKPW 世界ヘビー級王座を獲得。さらには、スワマが持つ三冠ヘビー級王座、鈴木み太陽系アグミが持つ世界タッグ王座に、 諏訪まと組んで挑戦している。同年6月10日、全日本プロレス、無党祭にて、軌道治む、松田治むとのユニット、治む軍団を落として参戦。2009年になってからは、全日本プロレスに、長州力が参戦。対抗意識を燃やし、直近の弟子である、通夜学を従いて、長州力と対戦を続ける。しかし、そやが長州への弟子入りを志願。 弟分の裏切りにあった西村は、そや以上に、自分のスタイルに近い真田翔也を指導していくこととなる。2011年2月、口述する政治家への転身のため全日本プロレスを退団。2011年8月13日、フリーランスとして全日本プロレスに上がりレスラー復帰。今後は、議会とのスケジュールを調整しながら団体問わず、スポット参戦していくことを発表した。 2013年に、フィンレイを呼ぶあたりのセンスは崇拝の価値がある。私の理論をぶつけてみたく、参戦の意思を申し伝えますと話し2013年3月31日の新宿フェイス大会に参戦。ゼウスと対戦し、アキラの持つ WNC 王座へ、挑戦権が与えられた。そして、WNC 旗下1周年記念、後楽園ホール大決戦で、アキラに、 首固めで勝利し、ベルトをダッシュした。その後、シナプスを撃破し、西村ミクス効果で外交戦略を実現させますといった型辞児たち、WNC 本体に離島届を提出し半ば強引にシナプスに加入。2015年9月27日、シアタープロレス課長風月、浅草スーパードライホール大会における X であったものの、公務で欠場。 母校の小学校が同じだった松本総司が直談判し代打を務めた。後に課長風月最高顧問に就任。10月12日、全日本プロレス、甲楽園大会に来場。県外のコンビで、世界最強タッグリーグ参戦を表明。2016年3月13日、課長風月の協力を得て、再び無我のブランドネームを引き継ぐ。 課長風月務が伝承工業を東京タワースタジオにて開催。2018年9月27日 TCW 旗揚げ戦で行われたムクプエアヘビー級選手権試合でユンガンチョルにリングアウト負け。自らが癌を患い、いかなる化学療法を用いず今までのアメリカ型、食生活を日本人本来の穀物を中心とした食生活に変え。 自らの体験のもとにガムを見事に食の改善で克服。その経験を生かし食の改善を目的としたフリースクールを展開。食を改善し体力を強化させることで薬漬けの多くの子供たちを救う。その思いを今度は国レベルから行政レベルからの変革を求め選挙では強烈な強さのインパクトはないが自らの信念と体験に基づいた食育を第一の 政策にぶち上げ政治の世界に挑戦。2010年3月21日、全日本プロレスでの試合後に挨拶を行い、プロレスを休業することを発表。翌22日、全日本プロレス事務所で会見し、同年夏の参議院議員選挙への出馬を表明した。3月24日には、国民新党公認候補、新党日本推薦。 として比例区より出馬することが発表された。同年7月、第22回参議院議員通常選挙で、国民新党の比例区から、職の正職化をスローガンに出馬るも34,561票で、落選。2011年1月24日、同年4月24日に統一地方選挙の一環として実施された東京都文京区議会議員選挙に、 国民新党公認候補として立候補を表明。これに伴い、同年2月6日に全日本プロレスとの所属選手契約を解除し、政治活動に集中することを発表した。結果、2226票を獲得し6位、定数34で初当選を果たした。2012年5月、国民新党所属であったが、党内分裂を機に自投し、 無所属議員となった。2015年4月26日投票の文京区議会議員選挙にて再選2377票第7位される。現在二期目。元来の体の柔らかさを利用した関節技やブリッジを使った技が多い。また、ゴッチ、チョキ、藤波を源流としたストロングスタイルレスリングを中心にアメリカ時代に世話になった広松だ。 ドリーファンクジュニアの技を引き継いで使っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。